楽天グループ楽天カード楽天カード株式会社は、日本のクレジットカード会社、貸金業者。楽天グループ株式会社の連結子会社であり、同名のクレジットカード、楽天カードを発行する。2001年12月6日に、青空銀行とオリックス及び子会社の、オリックスクレジットと共同で株式、会社青空カードとして設立し、銀行系消費者金融として、 マイワン名称のローンカード事業を開始する。2004年9月16日に楽天が青空銀行とオリックスグループの持ち分取得により子会社化。2004年11月29日に楽天クレジット株式会社へ社名変更し、マイワンの名称でローンカード事業を継続していた。2009年4月にマイワン事業とその正常債建を楽天が買収したいい バンク銀行へ会社分割の方法により上渡することになり e バンク銀行のカードローンマイワンとなる。楽天クレジットは会社分割時点でマイワン事業で生じた不良債権の保有、管理業務と e バンク銀行のカードローンマイワンの保証会社として事業を行っていた。e バンク銀行のカードローンマイワンは2010年に 楽天銀行への業名変更により、楽天銀行スーパーローニと解消した。2011年6月に、それまで、楽天 KC カード、楽天カードなど、クレジットカード事業を扱っていた楽天グループの、楽天 KC が、楽天 KC カード、楽天マネーカード事業とそれに付随する、ショッピングキャッシング再建など一部資産が、J トラストへ売却され KC カードへ、 称号変更され、同社の楽天カードに付随するクレジットカード事業は会社分割の上楽天クレジットが吸収することが発表された。また、楽天 VIP ローンカード事業の承継により、毎晩ンの上渡以降、再び自社で消費者金融事業を展開することになった。そして同年8月1日に楽天カード事業は会社分割により、 楽天クレジットが吸収し、楽天カード株式会社へと社名変更した。2019年4月、楽天グループの再編により、楽天株式会社の金融事業主会社の株式を承継し、子会社化。これにより、楽天エディ及び楽天ペイ等を除く同グループの主要金融事業を参加に置くことになった。楽天カード楽天カード株式会社が発行する。 クレジットカード。2020年6月時点で2000万人の会員を抱える。2017年4から9月期には取扱い高が約3兆円に達し、三菱 UFJ ニコスなどを抜き、自社発行ベースで初めて首位に立った。クレジットカードの明細書は公式サイト上の楽天 E ナビで閲覧することを基本としており、郵送発行は有料で、 月八84円がかかる。ショッピングの利用で楽天ポイントが貯まる。通常100円あたり1ポイントが付与されるが、楽天エディへのチャージ及び楽天ペイ経由での追加チャージは200円ごとに1ポイントの付与、それ以外の経路での各種電子マネーチャージはポイント付与対象外となる。また、カードに付属のエディ機能を使うと200円あたり1ポイントが付与される。以前は、 エディキ能付きカードは入会時に指定する必要があり300円の手数料がかかっていた。クレジット払いでのカードの締め日は毎月月末締め翌月27日に指定口座から自動引き落とされる。利用日から最長60日、最短27日の支払い猶予がある。国際ブランドマスターカードとビザのプリンシパルメンバーであるが株式会社。 JCB と提携した JCB ブランドのクレジットカードも発行している。また、2018年9月からアメリカンエクスプレスと提携したアメリカンエクスプレスブランドのクレジットカードも発行を開始した。ただし、一部のカードは国際ブランドの選択肢が限られる場合がある。従来、加盟店開拓はビザブランドのみだったようで、マスターカード、オフィシャルサイトの ご加盟店を検討されている方へページには、楽天 KC 時代から記載されていなかったが、2011年12月頃からマスターカードブランドの加盟店開拓も開始した模様。プロパーカードプロパーカードは楽天カードで以下の種類を発行している。提携カードクレジットカードなどの信用審査を行うために以下の信用情報機関に加盟する。ありがとうございます。